いいですか。はい。昭和ロマン。昭和を紐解き、懐かしんだり自慢したり、知らなかったことを学ぶコーナーです。大事なことがぎゅっと詰まった昭和の時代、懐かしい子供時代や青春の1ページでもあり、いろいろなことの始まりの時代。今よりずっと生きで元気な人がいたような気がします。黒執事伊藤補佐役青影、そして意外に負けず嫌いな自分に気づいた桃影、昭和生まれ3人が昭和を語ります。はい、世代は違えども昭和を愛する3人、すごく近くに観客ありのスタジオですね。問い合わせはクリスタルお待ちしております。はい、それでは記念撮影中でございますが、スタジオ内ははい、はい、よろしいでしょうか。お忙しくったらしない、ね、忙しくったのもうさ、ラジオパーソナリティゲストに来たらさ、焦るじゃんね、うん、私大体でやってるのにさ、そうそう、それこそ前情報ないとダメですね、これは。そしたらきちんとやってみたりするのにね。ああ、そうですよね。さあ、皆さんご機嫌いかがでしょうかとか言って。無理がありますね。無理よね。汗がだーってことね。出ます。くしゃみがね、止まらなくなったりとか、ね、しますからね。はい。さあ、昭和ロマンのコーナーですけれども、今日はですね、はい、君さん。はい。福山雅治をたくさん書けようかなーなんて思っております。はい。おー、福山特集、はい、ちょっと充電してみました、ね、今注入です、ね、そう、今注入です。はい、さあさあ、あのね、はい、今日はふと思いつきでですね、実はこれあの、番組自体は、平成の番組なんですけれども、昔、はい、あのテレビで福山エンジニアリングという、あー、ありましたね、あの土曜日のバラエティ番組があってですね、はいはいはい、これあの福山雅治さんとそれからテリー伊藤さんが出演されていて、番組でゲスト呼んで、こんなもの欲しいよねとか、こんなんかっこいいよねとかっつって物を作っていく、うんうんうん、で実際に作ってそれを例えば番組あのホームページで通販したりとかするっていう番組があったんですね。ありました、ありました。はい、見てます、見てました、はい、うんうん、でね、もうかっこいいものや、ものやムーブメントを作り出していく製作所っていうことで福山エンジニアリング工場長が福山さん、うん、いいですね、テリーと総合演出ね、工場監督という立ち位置ですね。で、この番組モットーとしては、ものづくりで聞く、はい、ごめんなさい、ものづくりで開く、明るい未来を理念に、さまざまな分野の専門家をアドバイザーに迎え、斬新で夢のある製品を世に送り出すということでですね、まあ、あの専門家っていうのはですね、はい、いろいろこう役者さんだったりとか、ミュージシャンだったりとか、まあ、要はゲストで来てですね、お互いに喋ってるうちに出来上がっていく。はいはいはい、ね、この番組のことをふっと思い出したときに、なんか日本って、はい、あの青さんもほら時々あの本の紹介で話されますけど、例えばロケットの部品とか、ロケットを作るのって町のちっちゃな下町の工場の技術だったりとか、そうですね、はい、例えば日本のそういうちっちゃな工場の部品がないと世界中の車はもう作れませんとか、そんな技術がすごくたくさんあると思うんですよね。だからその昭和から脈々と続いていた、そういった技術、日本の技術みたいなものをここでまた、番組として作っていたっていうことでですね、うん、まあ、あのつながりがあるなぁなんて思っています。で、この番福山の話に戻るのかな、戻りますよ、ちゃんとすごく遠いところまでまず行きましたよね。はい、なんか遠くなっちゃった一回ね、遠くにしといてからね、戻ってこないとね、あの、いけないですね段取り通りですね。あ、段取り通りです、はいはい、で、この番組の中でですね、あの福山さんがあの昭和の曲をですね、名曲をいっぱいカバーしてるんですよ。で、実はその戻ってきてるんですよ。で、その昭和の曲をカバーしたアルバムを出してるんです。不安なのに何も知らない。ということでですね、その曲をお届けしながら、それに聞けてきたの？持ってきましたよ。やだ、ずっとやろう、今月。いや、怖いよ。福山特集ですね、はい、ということでですね、その曲をね、聴きながら、はい、番組の中でちょっと紹介した商品なんかもちょっと見てもらいつつですね、進めていこうと思います。まず1曲目をお聴きいただきましょう、はい、ラストダンスは私に、これをですね、カバーしてますのでお聴きください。ちょうだい、いや、うそー、オレンジかっこいい、かっこいいですよね、うん、あなたの好きな心を照らし
めてやめて。しんどい。しんどいよ。気が気じゃないよ。ややこしいに決まってる。あの遊びに来る芸能人は結構際物の人が多いと思う。だってリリーフ乱切りリリーフ乱切りとタモリさんと3人でイチゴ狩りに行った人でしょ。それはそれまで表面。ああそっかそっか。夫婦だとさもっと。そうね。アレンジもすごくアレンジかっこいいでしょ、うんうん、これね番組の中でライブをやっててそれそのまま撮ってる、はい、ですよね。あ、そうなんですね。そうなんです。じゃあその 生音生音なんですよ、ね、本番の音なんですね。そうなんです、そうなんです。へー、はい、さあ、その番組でですね、まあ、ここはちょっとさらっとですけど、さっき音楽流れてる間にスタジオ内でですね、福山さんでなんか細すぎず太すぎずみたいな話がちょっとありましたよね、うん、ありました。はい、要するに細マッチョってやつなんですけど、でそこからですね、多分生まれてきたと思いますが、番組の中で出てきた。これちょっとね、あの写真がね、あんまりいいのがなかったんで、プリントがあんまりよく分かりにくいんですけれども、いい男という名の黒いタンクトップっていうね、こういう商品を、ね、作っていたんです。それは、あ、ネーミングも彼らがしてるの。そうです、そうです。いい男という名の黒いタンクトップ。実際、福山さんも着てたんですかね。着たと思いますよ。まあこれだって2500円で売ってましたからね。私聞いたことないんだけど、結構ラジオって、うん、あの彼のってエロいんでしょ。あ、そうです、そうです。結構下系の話も結構話題っていうか、はい、福山さんっていうとラジオでねみたいな。そうです、そうそうそう、意外とみんな知ってますよ。聞かない、うん、あ、聞かないですね。いいの、この形だけで。あ、もう見てるだけで、ね、見てるだけで。あと細かい情報何も知らないですね、ファンでなんいいなんなん、そうそう、まあ、こんなアルバムあったんだとかね全部驚き、うそいやいや、なんか情報の持ってきがいがありますよね。女のもあるよ、女のもあるよって。ファンの方に情報持ってくるっていう番組ですからね、これかなり。あ、不思議な特殊バージョンだよ、はい、私がね知ってますよ、それはよく存じてます、はいね。さあ、次の曲、はい、いただこうかと思いますが、はい、次の曲はですね、ケントメリー。あ、ケントメリー。
愛と風のように。もうセレクトがさすがダーリン。任してください。はい、ということでね。ダーリンって違う。俺たち。やつ。カナをやる。もうあなたたち間違ってる。おば。いやこのセレクトをしてきたのは僕ですからね、でも多分ブーディーさん勘違いしたなって僕も思いましたいや俺今褒められたと思って、いやもう完全にお呼びでないって感じの雰囲気が途端にありましたから今まあじゃ あのかけてくださいもう全然本当にありがとうだけおめでだよいや楽しいですね。さすがダーリンって言ったら。でもダーリンって聞いた時にあ、しまったと思った。一瞬こう、一瞬こう動いた。さすがのセレクトって言われた時にそうだろって思ったら、ちょっとダーリンが繋がったから、あ、俺じゃねえやと思った。でも口調も言っちゃった。あ、ちょっと、今会う。私の好きな曲が2曲続いた。だそれセレクトしたのは僕じゃないですか。タリーね、こっちは。変点なしだ。変点なしね。タリー、あ、タラリーナ。タラリーナね。タラリーナ、僕増えた。タリーンじゃなくて。タラリーン。タラリーン。いや、今言っちゃった後に本当にタラリーンになる。あ、大名増えました。そっちだ。タラリーン。タラリーン。結構ね、言っちゃってからありますよね。しかもこれニョロニョロじゃないとダメと思うんですよね。タラリーン。こういうのがあってもいいんですよね。顔みたいなのもちびまる子ちゃんとか、あ、ここにこうやってさーって入るやつね。こういうあ、怒ってるもうじゃ帰った、もう帰るのか、帰ってないんですね。あの人だけがいそうかもしれない。マイクサンドなんか歌ってる風ですよね、その名詞的に。こう透明に見ると。歌番組続けて。仲介する人がいるとそれもありですよね。まあ、初めまして。無理だね。とりあえずね、まあ一応後で確かに